にちは、JBS 武蔵野川合です。今日は、内野手でボールを取った後の素早い握り替え、正確な握り替えをしっかりできるようになる練習をご紹介します。握り替えの練習は、内野手がこう取った後に、素早くボールを握り替えて、例えばゲッツを取るとか、間一髪のプレーをアウトにするっていうことにすごく有効なので、その点でやってみてください。まずですね、こう握り替えを素早くするためにはグラブのポケット、よく言う芯ですね、芯の部分に当てるような意識でボールをしっかり捉えます。投げ手の方は添えておいて、芯に入れて落としてっていうイメージですね。これが下だったら、これも芯にしっかり入れて、で添えておいて握り替えるっていうような形です。必ず投げ手の方が添えておかないと、ここで例えば取った後にこう行こうとすると時間かかるので、添えておいて落とす、添えておいて握り替えるっていうような形になります。芯以外で取ってしまうと、どうしてもいつも芯の下に手を置いとくのが基本なので、そのままいつもと違うところで取ると持ち替えが遅くなります。芯で取るようにまずしてください。で、芯で取って手を添えておくっていうことがすごく大事なので、そこの点を意識して握り替えをやってみてください。まず最初のステップとして、グラブをつけたままやってしまうと、グラブ大きいので先っぽで取ったりもできますし、土手で取っても取れなくはないです。ただこれを素手にしてしまうと、どうしてもこの芯で取らないとボールが取れなくなります。なので素手で最初はやってみてください。実際はこのようにテニスボールなど、柔らかいボールでやってみてください。具体的に言いますと、この芯の部分っていうのは、手でいうと人差し指と中指の間のこの下の平の部分ですね、この辺りが大体目安になるので、ここに当てて親指と小指側を少しこうクッとこう握るような、あまりこう全体でバンと握らないで軽くキュッと握ります。この握り方で取ったら、下に添えてある手に落とすような形で握り替えていきます。当てて握る、そのまま落とすようにして投げ手側に持ち替える。それではちょっとやってみます。まずハの字で構えます。このままここで受けるような形ですね。コントロール悪いよ。はい、はい、すいません。で、よく握手するような形というんですけど、あまり手首をこう曲げたりとかですね、反ったりする必要は特にないです。腕の延長で手首がしっかり伸びていて、このままこういう形で取っていきます。もう一回やってみます。これ結構地味っすね、皆さん。高校の時とかもこれひたすらやってます。結構いろんな高校さんこれひたすら早いんですけど、キャッチボール前とかにこうやってひたすらこう2人でね投げ合って、まずしっかり自分の芯で取ってるなっていうのを確認してからキャッチボールに入ってました。この練習を繰り返せば繰り返すほど、うまく握れないとか、この辺でなんかファンブルしちゃうとかですねっていうのが減ってくるので、毎回この芯でパチってこう取って握り替えるっていう動作が上手くなってきます。で、その動作が上手くなってくると、よく言う当て取りとかいうやつですね、もうほとんど当てた状態でこっち握り替える、投げて握り替えるっていう動作も本当に上達してくるとできるなと。ただ当て取りに関してはちょっとリスクが大きいので、実戦で使うというよりは本当にもう間に合わないぐらいのボールでちょっとやってみるとか、かなりレベルが高くならないとちょっとできないのかなとは思います。芯にしっかりこう当てて、そのまま親指小指で包むように握って、投げ手の方に落とします。そのままストレートの握りですね。この時点ではちょっと縫い目にはかからないんですけども、内野手がこうステップしながら縫い目を探していくような感じです。縫い目にかかった状態で投げると、理想的なボールが行きやすいです。ただ最悪これ縫い目にかけられないとか、タイヤここでわしづかみのままでもいいボールが投げれたら一番いいので、絶対縫い目にかからないと投げれないっていうわけではないのですが、できればこの時点ではもうストレートの握りになってて、ずれていたらそのままステップしながら正しい縫い目にかかった状態で投げると取る方が取りやすいので、ちょっと意識してやってみるといいと思います。手で何回か繰り返したら、グラブを使って同じようにやってみます。基本的に素手と同じなんですけども、ちょっと大きくなるので、どうしてもこう意識が散漫になりやすいので、必ずこのポケットですね、芯の部分に当てて、親指と小指でちょっとこう包み込む、挟み込むような形でキュッと握ります。で、そのまま添えてる手に落とすような形で持ってきて握り替えています。この段階ではもうストレート握りになるような形です。これも近い距離でまずはやっていけばやりやすいと思うので、やってみてください。で、実際ここだけ来るわけではないので、こうやって円のようにグラブを使っていくと思うんですけども、この辺のボールは先ほどのように、こう添えといて、こうやって下に添えます。
グラブが下向きになった時は上に手を添えます。これはまあゴロ補給する時もそうですね。足の姿勢を作ってこう補給線に入ります。まあ、この時は上に添えといて取ったら上から手をかぶせるような形ですね。かぶせて握り替えていきます。実際下のボールを取ってみたいと思います。はい、このように下の場合は土手の上ですねぐらいに手を添えてかぶせて蓋をするような形ですね。握り替えていきます。ステップをしながらしっかりした握りですね、ちゃんと縫い目にかかるように握れると、いい送球につながるので、そこまで意識してぜひ練習してみてください。それでは失礼いたします。質問のある方はコメント欄へお願いします。 SNS で動画を共有お願いします。スマホタブレットの方は動画の説明欄にリンクがあります。この動画がためになったと感じたらチャンネル登録、そしてグッドボタンを押してください。JBS 武蔵 TV をご視聴いただきありがとうございました。